皆さんこんにちは、プラセボです。今回はバビロン愚連隊さんにお邪魔しています。こちらで面白い GOV 対決があると聞いて伺いました。対戦相手はムフフエンパイア。メンバーが豪華です。なんと LS バンクールのトシヤさん、ランさん、そして泊まり木のヒロヤさんが対戦相手だということ。バビロンさん率いるバビロン愚連隊が JWC の J1 プレイヤーを相手に戦うということで、面白いルールが適用されています。まずはバビロン愚連隊で使用する編成を見てみましょう。バビロンさんが得意とされているクイヒーラバルのこちらと思ったら、バルーン15体のホブ10体。どうやってアタックするのでしょうか。見ものですね。対するムフフエンパイア、リーダーのヒロヤさんが得意とされているラバル編成で、トシヤさんとダンさんはアタックしなければなりません。そしてもう一つハンデがありまして、呪文は全部スケルトンを使用しなければなりません。エイジもフリーズもポイズも使えなくて、スケルトンは14個。これでどうやってアタックするのか気になりますね。で、今回は負けた側に罰ゲームが用意されています。ヒロヤーさんチームが負けた場合は、罰としてツイッターの名前を相手チームのリーダーバビロンさんの名前に変更しなければなりません。この部分ですね。そしてバビロン愚連隊が負けた場合は、カブトムシを10匹捕まえてヒロヤさんに進呈しなければなりません。ヒロヤさんはカブトムシ大好きなんですね。では早速バビロン愚連隊のアタックをご覧ください。まずはリーダーのバビロンさんのアタック。6時からクイーン、そして9時にシューターを出していきます。で宝石を狙いたいところですかね。それともタイプ砲なのかな。そしてタイプ砲が壊れたので、クイーンにミラーをつけてタウンホールの区画にクイーンを入れていきます。8時アイボレラ、おトラップに引っかかった。タウンホールは見事落としました。そしてキングはどこから出すかな。アイゴレ盾でキングを投石、8時の投石の区画に入れていきます。その間にクイヒーが危ない、すかさずレイジ。相手援軍はアイゴレ3体。そして10時、12時方向からラバル。バビロン愚連隊の方はエイジもヘイストもリーズもポイズンも使いますね。かなり有利です。このリースは落とせなかった。さあ、どこまで回率伸ばせますでしょうか。9%、さあ 60% いくか。 59% です。これがカナブンさんのアタックです。カナブンさんは確かクイヒーラバルはやったことないと思うんですよ。多分今回初めてこの編成でアタックされるんだと思います。まずは3時からクイヒーホールの区画にも入れていく形でしょうか。レンジをかけて、そして1時からキング、そしてレバーが
がタンホールの額に入っていくでしょうか。テスラでうまく誘導されましたね。そしてシューターを12時から、ここでねラバルが15体、バルーン15体でホークを混ぜていくのがねちょっと難しいですよね。タウンホールは落とせました。さあ、このリスはどうだろう。ビーズで固めて、そしてアイボレ立てでバルーン全部しました。そしてそしてルイちゃんを首からバルーンと一緒に投げて、さあ、どこから出ますか。でも星2つは取りました。初めての編成でナイスです。星2つも66かなですね。ナイアタです。次はムーちゃんさんのアタックです。9時からクイヒースタート。そしてその後にオグで罠を確認してからのシューター、タンホール区画にクイヒーを入れていきます。そしてアイボレ立てでキング、このキングを処理、この間にキングライキーを食い切れ、うん、そうなんだね。10% いくかな。一人で来ましたね。相手のラバがちょっと厄介だった。
推し2つの 73% でした。次はムフフエンパイアかの攻撃です。このスキル等をどう生かしてアタックするのかというか、アタックが成立するんでしょうか。難しいですよね、本当にこれは。さあ、突を投げて、さあ、突はどうでしょう。スニゴムですかね、中に入ってたのは。スニゴムは働いてない。援護がエレタン、アイゴレ、小ぶりに出てきましたが、ポイズンもないので援護処理も難しいですね。処理するのもきつい。さあ、スケルトンでうまく種を散らしてヒーローパートを展開。どこまでヒーローで削れるでしょうか。ロイちゃんも投入。ダンホール頑張って落として、きつい。にゃーん、あー、そして頑張る。あ、頑張って。え、あ、あ、頑張ってだね。トムのナイフから、あ、このガスケルトンもう働かない。さあ、星取れるでしょうか。難しいかな。ねえ、誰がやってもきっとね、こんな感じになると思うんですよ。スケルトンだけだと何もできないですよね。難しい、これは。ナヤタです。きついな。ムフフエンパイアの攻撃が続きます。まずは虹からバルーンでサイドカットをしてからの3時からクイーン。透析、テスラ、クロスのタゲを散らしてきます。ですね、キングを4時から。キングもスケルトンの働きで、ね、まだ無双ですね。クイーンは倒れましたが、今度はダンボール区画にロイちゃん。ヘルトンでうまくタグを散らして、さあ、タンホール仕留められるかな。ポリスのタグも取って、スケルトンすごい。14枠あったスケルトンが残り1つ。そしてラバルを右側から、敵はボマー。倍率伸びそうですね。星には行きました。さあ、ここからどこまで伸びるでしょうか。呪文なしでもすごい。
まで伸びて 70%。 アイディングはここで入れた、残りましたけれども、なやたでしたね。素晴らしい。なかなか無茶な編成でしたけど、星2の 75% です。ムフフエンパイアリーダーのヒロヤさんのアタック、さあスケルトンを使ってタンホール周りのテスラのタゲを取って、体力の減り上がりないですね。スケルトンのおかげでまだまだ十分余裕がありそうですね。ターン落とせそうです。さすが。そして右方面投石クロスのタゲをスケルトンで取りながらキング、そしてロイちゃん濃いですね。こういう方をするんだな。スケルトン疲労パートがどんどん伸びていきます。クイーンは打ちましたが、投石もキングで壊せそうです。そして9時11時からラバル、呪文なしのラバル、どこまで伸びるでしょうか。そして兵器は突撃艦GITA、 このミスはどうですかね。ロイちゃんとパネンで破壊、ロイちゃんはまだ生きてた。これはあと防衛施設残りわずかで、バルーンがかなり残ってますね。すごい、呪文なしでラバルこんなに、さすがですね。お見事です。本当にすばらしい。はい、それです。が発表です。バビロン9連隊が9ポイント、ムフフエンパイア8ポイントで、勝利はバビロン9連隊に決まりました。おめでとうございます。で、負けたムフフエンパイアさんは、どなたかツイッターの、名前の変更をお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。